こんにちは、大樹です。一部の人にはこういう例え話がピンとくるかもしれないので、ちょっとこんな例え話をしてみたいと思います。なんかすごく悩んでるとするじゃないですか、私たちが。で、なんかね、いろんなことを頭で考えちゃってとか、現実の人間関係の中でどうしようってね。で、一回こう死んでみる。もちろんイメージ上でですよ。イメージ上で死んでみる。本当に死ぬとするじゃないですか、仮にね。悩んでる最中にね、プチンとこう切れて、突然ふっと死ぬ。で、こう天国というかね、別の次元からこう地球で悩んでた状況っていうのをこう見てみる。で、本当になんだっけ、あんなことを悩みに、地球上に生まれたんだっけと。本当はどうしたいんだっけとか、本当はどうしたかったんだっけと。何が大切だったんだっけと。もう現世のこうしがらみから離れちゃってますから で、死んだ上で大切なのって本当に何だったんだっけと。別にそんな、なんかあの人のこと立てるとかね、あの人と仲良くするとか気使うとかで、自分のプライド守るとか、本当に大切なのはそれじゃなかったよねと。大切なのって何だっけと。あ、そうか、こんな風に生きることなんだとか、こういう人大切にすることなんだとか、それが大切だったんだねと。もしくはね、そんなにすぐに結果出なくても、やっぱり諦めずにコツコツやると。ね、いつか死ぬ、もう死んじゃったら何もできないわけだから、生きてる日はそれコツコツやるんだと。まあこういうこと気がついて、ああ、これが大切だったんだって気がついた瞬間、またパンって意識が。んで、ふって気がついたら、問題の最中にいると。で、周りの状況変わってないと。でも自分が何が大切なのか、でどういうつもりで生きていくのかっていうことはこう明らかになってる。そうするとこう取り組み方が変わってくるんじゃないかっていうことなんですよね。だから、それのバリエーションがね、なんか生まれる前、ね、何をやりたいと思って、ね、この世に生まれてきたんだろうってこう考えてみるのも、そういうのが好きだったりね、ピンとくる人はだし、もしくは、同じようなことやってるんですけど、その死んだ後から振り返ってみて、この人生で良かったと思えること、で死んだ時にもっとこう生きたかったと思うことは何だろうかとね、死んだ後のことを考えてみるっていうのもそのバリエーションなわけです。で、やっぱりね、その自分自身の置かれてる状況を本当に俯瞰するとか、相対、客観視するね、相対化するっていうことをしないと、やっぱりどうしても今のこの思考にとらわれてしまいますから。で、それをね、逃れるための方法の一つが、一回死んでみる、天国からこう見てみるとかね。で、生まれる前から見てみる、死んだ後から見てみる、一回死んだと思ってこう自分を見てみる。いろんなこう仕掛けを作ってですね、結局は自分の人生そのものをね、こう俯瞰するとか客観視しながら、何が大切なのかってこう考えて、で今のね、この思考から自由になるっていうことなわけです。新しい考え方を持つために、いろんな試みをしてるわけですから、いろんな視点を作ってみましょうね。参考まで。